副教材とは、学校をはじめとする教育施設などで、教科の主たる教材としての教科書に対して、補助的に用いられる教材の俗称で、副特本と呼ばれることもある。文部科学省は、補助教材。日本では、戦後、国定教科書が廃止され、学習指導要領に従う、各教員による授業が求められるようになった。 すなわち授業は学習指導要領の要求に従って、各教員がそれぞれに研究して作るもの、教科書もまた、その授業を補佐するための教材の一つとして、位置づけられていることから、厳密に教科書、副教材と分けられるものではないが、教科書には別途文部科学省による学習指導要領に準拠しているかの検定があり、この検定済みの教科書が、教科の主たる教材として、 広く用いられることから、この検定済みの教科書以外の教材のことが俗に、副教材、または副特本と呼ばれる。一般には、教科書に掲載されていない、練習問題や、教科書の補足として用いられる、説明用の教材を指す場合が多く、現在、初等教育の課程、中等教育の課程を担当する多くの教員が、利用していると言われている。教育施設の教員は、 一般的に授業の他に練習問題の作成やテスト問題の作成を行いながら授業を進行していく。さらに、例えば歴史や地理の授業では歴史的背景の学習に外部資料を用いたり地図を使用したりすることが必要となる。国語での漢字の学習や算数での計算練習では教科書だけでは説明が足りず漢字や 計算のドリルなど外部教材が必要となっている。これらの教材すべてを教員が自らの手で作成することは非常に困難であり多大な負担となり得る。このような背景から副教材は急激に普及した。また最近ではコンピュータの発達によって教員がコンピュータを利用した副教材を使用した授業を展開する試みも増えてきた。ありがとうございます。